きなお友達の味方、霊夢です。大きなお友達の味方、マリサだぜ。前回は長い歴史を持つスーパー戦隊全体についてと、その成り立ちや立ち上げについて紹介したので、今回からはいよいよゴレンジャーをメインに解説するのぜ。いよ、待ってました。前回話した通り、ゴレンジャーは5人の仮面ライダーが最初からチームとして戦うのがコンセプトとなり、それだけに当時にとんでもない人気となった番組だな。最高視聴率は 22% であり、放送話数もこの時期打ち切り的な終わりで短い作品が多いこの時代に、最長で全84話とめちゃくちゃ長期間放送されていた。特撮者陽気のこの時代に84話って、化け物番組すぎるよね。人気の理由は、まずはみ応えたっぷりの、ハードなスパイアクションが展開されるというところだな。スパイ系作品はいつの時代も人気があるが、東映特撮でそれがきちんと反映されてメインとなったのは、おそらくこのゴレンジャーが最初かと思われるな。仮面ライダーにもその要素はあったけど、前編通してしっかりやってるのは、ゴレンジャーが最初なのかね。ただそのスパイアクションだけだと暗くなりがちなので、そこに絶妙なギャグ要素が加わることでマイルドとなり、子供が見やすい楽しい特撮作品として仕上がっているな。まるで絶品のカレーのごとく、辛さと甘さが見事に調合されたような仕上がりの番組となってるのね。その塩梅がおそらくまだわかっていないためか、その調整を見誤ったために自作のジャッカー電撃隊はかなり短命で終わってしまうわけだな。そう考えるとゴレンジャーは、奇跡的なバランス加減だったということかな。また後で詳しく紹介するけど、ゴレンジャーそのものと変身するキャラクターたちも濃くて、そこもまた人気の秘訣だと思われるな。確かにゴレンジャーそのものというより、変身するキャラたちの方が濃いよね。ということで、そんなとてつもない濃いキャラクターたちについてなんだけど、彼らは全員、国連が人類を守るために設立した、国際秘密防衛機構、イーグルという組織に所属しており、ゴレンジャーはそのイーグルの中から選び抜かれた精鋭であり、独立した機構を持つ、秘密戦闘部隊ということになっているな。秘密部隊という割には、すごい目立つから面白いよね。ただそんなイーグルの各日本ブロックは第1話にて、今作の敵である黒十字軍の突然の襲撃を受けてしまい、いきなりほぼ壊滅してしまうところから始まる。しかしその壊滅した各支部で一人ずつ生き残った者たちがおり、彼らがゴレンジャーとして選抜されていくことになる。ゴレンジャーに選ばれるレベルだから、その運も実力も本物で生き残ったわけね。ということでまずは、ゴレンジャーのリーダーであり、後に全スーパー戦隊を束ねるリーダーにもなる偉大な男、赤レンジャーこと海城強し。赤レンジャー来たー。海城強しは、イーグル関東支部の生き残りであり、仲間たちと共にサッカーをしているところを、いきなり襲われた。なんかあの誠な親さんが、サッカーしてるのがシュールすぎる。あとこの関東支部の分隊長は実の兄であり、1話最初の相手ともなる黄金仮面によって、支部ごと殺されてしまっている。ギャグ要素もあるけど、やっぱりなかなかハードだねー。そのため仇である黄金仮面との戦いでは当然思うところはあったが、そこはメンバーのリーダーとして冷静にことに当たるべく、感情を押し殺していた。さすがゴレンジャーのリーダーともなると、冷静さを欠いては戦えないよねー。ただギリア人情にも熱い一面もあり、特に初期の頃は傷ついて殺されかけていた日輪仮面を助けており、敵の将軍でありながら手厚く保護する優しい一面が見れた。しかしそれはただの甘さであると同時に弱点ともなり、そこを突かれて日輪仮面によってチーム全体が危機に陥るということもあった。でも日輪仮面のやり方も汚いね。そんなんとどめさせるのは人間じゃないし、なかなか厳しい状況よねー。そんな絶望的な状況でありながらも、彼は秘密工作員のスペシャリストでもあるため、一人で仲間を助けて最後は逆転勝利を収めていたな。さらにそういった経験を経ていくことで成長していき、最終的には指揮官としての冷静さと貫禄を身につけ、歴代で最も完璧な赤の戦士となっていくわけだな。ある意味最初の頃は、完璧な赤レンジャーとなるまでの物語で、後半は成長後と考えると面白いね。そんな海城強しを演じられるのは、かつてファイヤーマンで初主演を果たされていた誠な親さんだな。
ファイヤーマンで岸田新さんから芝居を学び、その後仁義なき戦いで深作欣二監督にしごかれ、再びゴレンジャーという特撮番組に帰ってきたわけだな。いろんな経験を経た上での特撮番組主演へのカムバックね。ということで次に紹介するのは、ゴレンジャーのサブリーダーでもある青レンジャーこと新明明。彼はもともと東北支部の実戦訓練の指揮官を務めていた分隊長であったが、武者仮面の襲撃を受けてやはり新明を残して完全に壊滅させられてしまった。やっぱり海上同様に部隊が全滅させられてるのね。そのため立場上海上がリーダーで一歩譲る形となるが、演じてる宮内さんの存在感もあってか、実質ダブルリーダーの様相を呈しているな。青レンジャーなのに赤い、これはどっちが赤レンジャーかわからなくなる。着てる服装的には全く譲る気配は見えないが、これでもちゃんと赤レンジャー相手には引いており、彼の意見を尊重して対立することなくきちんと従っている。元分隊長でありながらきちんと自分の立場を理解してるところがさすがね。あと演じる宮内さんが忙しいため別撮りで済むように、基本的にはバリブルーンといったメカの操縦がメインで基地に待機してるため、サブリーダーにふさわしいな。そうだったのか、メカの操縦がメインになったのは忙しい宮内さんに合わせた役柄だったのね。ちなみに最初宮内さんは時期的に大変忙しかったのと、一人のヒーローの下について下っ端みたいになるのを拒んだためにこの役を断るつもりでいたんだけど、原作者の石の森先生自らがクールでサブリーダーな青役に宮内さんを熱望され、赤尾宮本武蔵、青尾佐々木小次郎だとイメージしてほしいと説得。それによって戦隊ヒーローというチームヒーローによる新しい図式を理解した宮内さんは、スケジュールの問題をクリアした上でオファーを引き受けたという。まあ基本的に孤高な仮面ライダーを演じた宮内さんとしては、先輩の藤岡さんや師匠の丹波哲郎さん以外の下で使われるような役は演じたくはないだろうね。そのため制作側もかなり気を使ったようであり、オープニング登場も青2番目ではなく一番最後の鳥を飾る形で登場させて大物感を強調していたり、宮内さん大好きなスタントアクションをメインの回では多くこなしてもらい、相変わらずド M なのか、自ら危険なことを率先することで見せ場を作られていたな。ゴンドラのスタントアクションは確か V3 の時もやってたよね。相変わらず何通無茶を。普通ならやめてくださいって言いたいところだが、これを条件に出演オファー OK 出してるので、今回誰もこの人を止める者はいない、石の森先生含めて。おいおい、無敵かよ。あと宮内さんのような主役レベルを抜擢したのは、赤というのは当時は女の子の色という認識が強く、赤が人気でなかった時の保険でもあったらしい。なるほど、そういう狙いがあったから、主役を張れる宮内さんを起用したかったのね。ということで次に紹介するのは、ゴレンジャーのムードメーカーであるキレンジャーこと大岩大太。言わずと知れたカレー大好きな男であり、本拠地であるスナックゴンに入ってくるなり、いきなり大盛りカレー4杯をベロッと平らげてしまうほど。黄色の戦士イコールカレー好きのイメージを定着させた、超本人よね。そのカレー好きはある意味病気かな？って思えるほどで、子供が人質に取られて大変だというのに、カレーにホイホイ釣られてしまうほどだな。こりゃあうまそうなカレーだい。うまそうな匂いだい。いただきます。うまい。お口にあって私も嬉しい。太郎がどうだい。ここにはいない。なに、太郎が欲しくば混合点火装置を持ってこい。場所はここだ。よいか、30分以内に持ってこなければ子供の命はないものと思え。分かっとるわい、まっちょり。おいおい、カレー食っとる場合か。っていうか敵が説明してる時まで食うのをやめないのか。それくらいカレーに尋常ならざる執着を持ってるわけだな。とこのようにかなりマイペースな性格をしており、そのため策略にはまってしまうこともあるんだけど、そこが彼のいいところでもあるわけだな。
大ちゃんがいることでシリアスになりがちなストーリーも、その明るさによって救われてるので、彼の存在が人気をある意味支えていると言ってもいいかもしれない。確かにシリアスとギャグをバランスよく調節できる、ある意味便利でいいキャラクターだよねー。とはいえその実力は本物であり、とんでもない怪力の持ち主であるため、捕まった時に鉄格子を鍵なしでバカ力だけで自力でこじ開けてしまうほどであった。すごい、変身すらしてないのに、力だけなら改造人間並みじゃないか、さすがカレーいっぱい食ってるだけはある。それだけに力自慢のおバカキャラかと思うがそうではなく、精密機械や通信関係のスペシャリストでもあり、会場と潜入した時にその実力を発揮していた。またメカにも強いので、よく神明の相棒を務めることが多く、バリブルーンで神明と共に出撃していき、操縦で忙しい彼に代わって武装面のサポートをしたりする。クールな神明に底抜けに明るい大ちゃんと、結構バランスのいいコンビになってるね。ちなみに彼は、おいどんと言ったり、九州地方出身なため、イーグル九州支部のメンバーであったが、青銅仮面に襲われて、やはり彼一人を残して全滅してしまっていた。自分の仲間を殺した相手と、さっきコントみたいなことしてたのね。ちょっとマイペースにも程がある。そんな大岩だが、数々の戦いを経験していったことで、実力をめきめきと上げていき、中盤あたりで九州支部の教官として栄転することで、一時いなくなってしまう。すごい、いなくなるのは寂しいけど、もう教官になれるくらいの実力になってたということね。というのはまあ表向きな話で、実は演じられている畠山漠さんが番組中に松方弘樹さんのドラマに呼ばれ、その撮影のために一時出れなくなったわけだな。そんなまさかの裏事情、でも松方兄さんからのご指名じゃ断れないよねー。ということでそんな大岩に代わって急遽二代目として選抜されたのが、熊野大五郎という巨漢の男で、もともと予備隊員であったという。これは非常にわかりやすい、巨漢のパワー系戦士って感じね。ただ初めて登場した55話では、代役のプレッシャーからなかなか集中できずにいたために、キレンジャーに変身できず苦労したこともあった。そのため意外と繊細なところがあり、67話では自らの不注意で最近兵器を奪われてしまい、それに責任を感じてかなり落ち込んでしまっていた。他のメンバーと違って経験不足だから、失敗あっても仕方ないと思うけどねー。ゴレンジャーってやっぱ大変だなー。そのため、その汚名を注ぐべく奮闘するが、缶切り仮面のカッターが腹部に刺さり、最近兵器を取り戻すも、そのまま戦死してしまった。これが戦隊史上初めての戦死者となったのよねー。畠山さんの間を務めるだけなら、穏便に怪我とかで退場でも、よかったような。現代ならまあちょっと難しいかもだが、短い間の出番で視聴者にこの上ないインパクトを与えるなら、この戦士で退場パターンが最強かもしれないな。確かに歴代でも戦死者は人気あると同時に、かなりのインパクトを残していってるねー。ということで2代目の殉職を知り、再び初代である大岩が帰ってくるわけなんだけど、改めてゴレンジャーであっても、殉職してしまう、厳しい戦いだということが分かった上での初代の帰還は、本当に頼もしくて感動で涙が出るくらいだったな。最初カレー食ってるだけの男かと思ったのに、再登場する時には教官を経てるだけあって、その頼もしさもより一層増してるね。ちなみに二代目の方は、だるま二郎さんが演じて、それはそれで悪くはないと思うんだけど。やっぱさすが、松方さんに選ばれただけあって、畠山さんの大岩は、本当に安定感があって、キレンジャーはやっぱ、この人じゃないとってなってしまう。まあ芸歴的にも、畠山さんの方がはるかに上なので、仕方ないよねー。キレンジャーが、畠山さんありきのキャラって感じだし。そんな畠山さんなんだけど、実は特捜最前線でゲスト出演のため撮影中であったにもかかわらず、自宅で亡くなってしまっていたという。はっきりした原因はわからないが、レギュラー出演していた誠直哉さんは畠山さんを気遣っており、飲みに行こうと誘っていたが自殺しており、叶うことができなかったという。ゴレンジャーで長いこと一緒にいた間柄だっただけに、あの時のことは本当に辛かったと後々語られていたな。よりによってまた同じ現場で仕事してたのに、止められなかったのは、誠さんにとっては辛いだろうねー。ゴレンジャーではもちろんのこと、他の作品でも、すごい演技される方なので、もしご存命なら現代で、元気にレジェンドとして、
豪快ジャーやイベントなどで活躍する姿が見たかったところだな。確かにね、ゴレンジャーヒットの立役者だし、元祖黄色の戦士としての活躍する姿を見てみたかったねー。ということで次に紹介するのはゴレンジャー高一点であり、キックする時の海足が美しいベギー松山。実はこの美しい脚線美がオーディション合格の理由であり、演じている小牧梨沙さんは昭和当時ではおそらく珍しい、大胆に足を出せる女性であったため選ばれたという。こんな綺麗な足を持ってる女優さん、東映側としても見過ごすわけないよねー。ただ最初プロデューサーが見た時は、太ももが思ったより太いと感じたわけだが、バレエで鍛えた Y 字バランスを見たことで一発合格したという。失礼かもだけど、このちょっと太いくらいの方が、すごい健康的な感じがしていいと思うのよね。あと変身後の名前がピンクレンジャーではなく、モモレンジャーと命名したのは、小牧さんの太ももから連想で決まったということらしい。最初太いって思っておきながら、最終的にはめっちゃハマってるじゃないか。あとその脚線美を活かして、後の作品であるバトルフィーバー J では、ミスアメリカのスーツアクターを務められてもいるな。本当に綺麗な脚線美だから、足が綺麗に出てるミスアメリカは、ぴったりよね。ということで、そんな小牧さん演じるペギーだが、ただただ足が綺麗な女性というわけではなく、その強さや技術も、ゴレンジャーにふさわしいものを持つ。科学分析班員であったため、爆弾開発のスペシャリストで、武器としているイヤリングや、ゴレンジャーストームなど、それらはすべて、ペギーが開発したものとなっているな。そうだったんだ、となると彼女はゴレンジャーメンバーでも、ある意味一番重要なポジションになるね。さらに変装を得意としており、敵にバレないよう変装しつつ、密かに潜り込んで内部を探る秘密工作員としても、超一流なところを見せていた。ある時は、ウェディングドレスの花嫁。ある時は、まとい持ち。ある時は、テニスの選手。また、ある時は、金髪の外人。そしてある時は、フロックマン。そうだったか。そして、その実態は、ベギー松山。とこのように、後々戦隊ヒロインたちのお箱となる、七変化を最初にやったのも、やはりペギー松山からで、変装を駆使するスパイ活劇を楽しむことができるな。こういうところがまた、ゴレンジャーが人気の秘訣なんだろうね。ちなみに彼女は、北海道支部出身の訓練生で、翡翠仮面の襲撃を受けつつも、女性ながらたった一人生き残ったという、実力の持ち主だな。運もだけど、やっぱり実力もないと生き残れないよね。ちなみにペギー松山の名前は、ウルトラマン太郎にて、ウルトラの母を演じられていた歌手のペギー葉山さんからもじった名前で、松山も彼女の歌に合わせたものらしい。どっかで聞いたなぁと思ってはいたけど、やっぱりペギー葉山さんから取ってたのね。そんなペギーは非常に落ち着いた性格でもあるため、メンバーの中で一番若くて血気盛んなミドレンジャーこと、アスカケンジとよくコンビを組むことがあるな。なるほど、彼女が抑え役に回ってるわけね。そのため当初は若さゆえに暴走しがちであり、しかも経験不足なところも見られるためか、敵仮面にやられて足を引っ張るところも多々あったな。しかし長い戦いの中でどんどん成長していき、最終的には訓練生の臨時教官を頼まれるほど、めきめきと実力をつけていくこととなり、敵の罠にはめられながらも、たった一人で解決し、敵仮面にも決して負けない強さをも身につけて、ベテランの赤や青に並び立てるほどの男となった。めたい話、かつてヒーロー番組の主役を張ったあの二人に並び立てるようになるのは、並大抵じゃないよね。二人の貫禄が半端ないから、若いアスカは大変だね。ただ会場と神明は、やはりアスカにとっては別格なのか、尊敬的な意味も込めて、終始ずっとコードネーム以外の時は、名前をさん付けで呼んでいたな。あの二人を呼び捨てできるのは、岸田新さんか藤岡博さんくらいだから、まあ無理よねー。ちなみにアスカを演じたのは、伊藤幸男さんで、ウルトラマンレオにて、野村武史を演じられていたのも有名だな。おう、あの弦の弟分的な感じだったけど、やっぱりゴレンジャーでもメンバーの弟分的な役柄を演じてたのね。
おそらく偶然ではあると思うけど、レオの7話で、ゲンの特訓のために、タケシがブーメランを投げていたんだけど、まさかそのすぐ後に、ミドレンジャーという、ブーメランをメイン武器にするキャラを演じるとは、伊藤さんも思ってはいなかったかもしれないな。確かに偶然にしては、できすぎなくらいよくできたつながり。ちなみにアスカは、関西支部の生き残りであり、やはり同じく襲撃を受けているが、たまたま鳩の世話をしていて助かったため、被害を受けていない。と入っても襲撃に来た相手が、毒ガス仮面なため、被害を受けたら死んでいたので、彼は本当に運が良かったということになる。確かに、毒ガスは受けたら防ぎようないから、若いアスカがその場にいたら、確実に殺されてただろうね。ということで以上、非常に濃い5人のメンバーなんだけど、そんなとんでもない連中を率いて戦うのが、イーグル日本支部総司令、江戸川ゴンパチ。秘密戦隊ゴレンジャーを指揮するだけに、当初は姿を出さずに、声だけで指令を下す徹底ぶりだった。司令が一番秘密戦隊してるのね。ということで普段は、新宿駅付近にある、スナックゴンのマスターに扮しており、大岩相手に大盛りカレーを振る舞って、コントしてるのが見られる。普段の姿見てると、とても司令官に見えないね。さすがに作戦行動中は司令官らしく威厳を持って振る舞うが、作戦が終わったり仮のマスターの姿となると、かなり気さくで優しいおじさんになるのが魅力的だな。親しみやすい司令官なのはいいね。司令官なので、ほぼ現場に出向くことはないが、メンバーがピンチの際には、バリブルーンを操縦して助けに来てくれたりと、頼りになる司令でもあるが、敵に捕まってしまったこともあるため、ほぼ正体がバレたりしてしまったり、スナックゴンが襲撃にあったりもしている。秘密戦隊とは一体？なので中盤以降はフルーツパーラーゴンとして、店を再オープンしたりして対抗してもいる。秘密戦隊なのに人がいっぱい来るような店なのがまずいんじゃ、もしかして司令官の趣味なんじゃ。そんな店で働きつつ、実はイーグルの連絡員として、ゴレンジャーのサポートをしてくれるのが、コードネーム007こと、加藤陽子という女性隊員。現場に赴いて、情報を探るのが仕事であるため、ゴレンジャーに負けないくらい、戦闘の方もこなす、かなり有能な女性隊員でもあり、限定的だが、モモレンジャーの代わりをしたこともあったり、バリドリームやバリタンクなどの操縦もこなすことができ、ほぼゴレンジャー、予備隊員レベルの技量と強さを持つ。ただの連絡員させとくのもったいないね。今なら間違いなく、追加戦士になれそうだけど、追加すると6レンジャーになっちゃうか。演じられるのは、鹿沼エリさんといい、旦那さんは有名俳優の古尾山里さんだな。日活のポルノ女優としても活躍されていた。ゴレンジャー本編には、ほぼ最後まで出演していたが、遊園地での撮影の際に足を負傷してしまい、最終回だけむしろ出演できなかったという。最後出られなかったのは、なかなか本人としても、悔しい思い出になってそうねー。そんな加藤陽子の弟である太郎は、よくゴンに遊びに来ており、この番組でよく取り上げられる、なぞなぞ大岩に出題し、それが事件解決のヒントにもなったりしていた。ただ黒十字軍との戦いに巻き込まれることもあり、そのため誘拐されたりと結構危ない目にも遭っている。そりゃそうよね、ゴレンジャーメンバーと関わったり、基地のある喫茶店で遊んでれば巻き込まれちゃうよね。あと序盤の方でしか出てこないが、008、009という女性二人の連絡員もいて、陽子同様に情報活動などで活躍していたな。陽子同様に、おしゃれで美人な二人だから、合わせて最後まで登場して欲しかったねー。ということで今回は、登場するキャラクターを紹介したけど、いろいろと濃い人たちばかりだったので、変身後について語ることができなかったので、次回は変身後のゴレンジャーの能力や武器、そしてメカニックなどについて語っていこうと思うので、それではまた次回もよろしくです。